オレンジページの糖質オフおかずおつまみ、美味しいんですよねこの本の。大体今日はざく切りトマトのペッパーバーグ、ハンバーグですよね。ポイントは普通パン粉を使うところを高野豆腐を削った粉を代わりに使うところです。ざく切りトマトのペッパーバーグはこちらです。トマト、玉ねぎ、合いびきですね、それと高野豆腐作ります。ざく切りトマトソースを作ります。オリーブオイル大さじ1と塩少々、小さじ1/2、粉もかな、もうちょっと、もうこれをザクザクと混ぜ合わせます。なんかもういい匂いしてきますね、これで。これだけでもつなぎのパン粉代わりになる高野豆腐のパウダーを使いますね。よいしょ、ハンバーグの部分ですね、作っていきます。玉ねぎを入れてね、高野豆腐パウダー大さじ2入れます。塩少々、小さじ1/4、このぐらい、あとは胡椒少々入れて混ぜていきます。なるほどね、高野豆腐でね、豆腐にしました。ここに胡椒を、このぐらいですかね。で、裏面にも胡椒を、あ、そうです、こんな感じですかね。はい、どんどん焼いていきます。おい、いいですね。ハンバーグもしばらく食べてないな。よし、シャキにしてました。どうでしょう。おーほー、監督、久々のハンバーグ、美味しそうですね。できました、ざく切りトマトのペッパーバーグ。ハンバーグ久しぶりですよ。いただきます。トマトも一緒にお口に入れたいと思います。全然パン粉じゃなくても大丈夫ですね。ハンバーグですよ。で、トマトとこの胡椒たっぷり入れてるんでね、美味しい。本当なおつまみっていうか、本当お酒に合いそうなハンバーグですね。6個できて糖質が1人前3個で 6.4g なんで、大体これで1個でハンバーグで糖質が 2g ぐらい、全然 OK ですよね。パン粉を高野豆腐に変えただけで糖質がガクッと落ちるということがこの料理のポイントのようです。美味しい、うん、うまむ、うん、ごちそうさまでした。